吉本芸人の闇営業の件。なんか腑に落ちないが、宮迫はノーギャラだったって言ってるし、ロンジュウの寮は結婚式だったとか言ってるし、加藤浩次も擁護しているし、真相はどうなんだろうね。でも芸能界のご意見番の和田アキ子がノーギャラはありえないって言ってるし、ダウンタウンのまっちゃんもお金もらわないでの参加は正直ありえないと思うって言ってるし、でも吉本の契約自体もおかしいよね。契約書を交わさないってめっちゃ違和感、変な会社だよね。でも芸人って自分自身がブランドだし、芸人という職業なんだから、やっぱりノーギャラって信じられないよね。納得いかないな。まあ真相は今後どうなるかわからないけれど、テレビが報道を自粛してしまえば、そのままこの問題は風化しちゃうのかもね。なんか自粛しそう。でも宮迫って相当嫌われてるね。今回の件で宮迫がどれだけ国民から嫌われているのかがよくわかったよね。ゆるパンダ的には浮気疑惑の際のオフホワイト発言が許せなかった。まあ今後もアメトークは続くようだけど、アメトークの MC をいっそのこと現在テレビに持ち上げられ、引っ張りだこの霜降り明星と交代すればいいんじゃないかな。このまま宮迫が MC してても視聴率が下がるだろうし、そっちの方がいいんじゃない、テレビ的には。あ、でも霜降り明星が MC になったら霜トークみたいになるのかな。なんか下ネタみたいなタイトル。ウケる。